マーグリス、レンニュル諸島に侵攻中の連邦艦隊への対応はリヒャルトとヘルマンにやらせているわ。アニマの器との相性は良さそうだな。ええ、 ES が相手ではろくな抵抗もできないでしょう。これで連邦もしばらくはおとなしくなるわ。どうしたの？らしくないわね。故郷に戻って感傷的にでもなったのかしら。ペレグリ、お前の目には何が映っている？この見渡す限りの城王の都ミクタム、これが我らオルムス発祥の地の姿か。18年前、その結果死滅してしまった惑星。そうだ、連邦の愚行が招いた不始末を覆い隠すため、記録上からも破棄抹消されてしまった我らが故郷だ。でもなぜ今になってこの首都グノーシスに支配された惑星に何があるというの？我らの目的はロストエルサレムへの帰還ではなかったの？全てはハインライン教のご意志、我らの知るべきことではない。あのお方がこの星が再び蘇るとおっしゃったのだ。ならばそれは確固たる事象。現にレンヌル諸島は帰還を果たしたのだからな。聖地レンヌル諸島、かつてロストエルサレムに存在していた我らのユリカゴたる聖女の眠る地。墓所の出現によって我らの故郷がよみがえるのであれば、我らは命を賭してかの聖地を守らねばならん。報告いたします。空海ファウンデーション所属の船舶がローエングリン級火客船と思われます。ヘルマーの子飼いどもか。奴に会えるかもしれんな。プロディギウムの出撃準備、これよりレンヌル諸島へと向かう。